皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回はじゃーん、こちらは最近4月1日に青山にオープンしたばかりのジアレイというタピオカ屋さんに行ってきました。で今日はその飲み比べをしたいと思います。で本当に全部美味しそうで、私すごくタピオカが大好きなんですけど、すごくもう最近人気ですよね。なんかもう青山とか原宿とか表参道とかたくさんタピオカ屋さんあるんですけど、本当にどこも行列で並んでて、でここはすごく前から行ってみたいなって思って気になっていたので、今回初めて飲めるのが楽しみです。まずはじめはこちらのロイヤルミルクティーのタピオカなんですけど、私が本当にもうロイヤルミルクティー大好きで、もう毎日ミルクティー飲むぐらい大好きなので、これはここのお店でも人気ナンバーワンのものみたいです。早速こちらから飲んでいこうと思います。いただきます。もちもち、タピオカがすっごいもちもちしてます。紅茶があっさりしてて、なんかすごいさっぱりしてて濃厚すぎないので飲みやすい。あーこれ美味しい。なんかミルクティーってすごくなんか濃厚すぎると、夏とかだとなんかちょっと喉乾く感じすると思うんですけど、これはすごいあっさりしてるから暑い日とかでもすっごい美味しく飲めそうな感じです。タピオカもすっごいたくさん入ってるし、なんか弾力がすごい、なんか柔らかすぎなくてしっかり噛み応えもある弾力さがいいなって思います。次はこちらはタピオカの白桃ウーロンの味です。白桃ウーロンってどんな感じなんだろう。でもウーロンだからさっぱり系かな。なんか白桃感はそんなに強すぎなくって、ピーチティー飲んでるみたいな、ピーチティーに少しミルクが混ざったようなまろやかな感じが、うん、美味しい。なんかすごい甘いかなって思ったんですけど、白桃の香りがふわーってきてすごいさっぱりしてて飲みやすいです。ここのタピオカ屋さんは結構さっぱりなものが多いのかなっていう感じ。うん、美味しい。はい、最後は黒糖タピオカラテにしました。これは多分これも人気で、ロイヤルミルクティーとあとこれが多分人気で、なんか店員さんにどれが人気か聞いたんですけど、そしたら結構そのシンプルなロイヤルミルクティーを頼む方が多いですよって言ってくださったんですけど、これもすごく人気みたいです。これは下になんか溜まってるので、よくかき混ぜてから飲みます。いただきます。わー、全然違う今までと。すごいラテ感、この中だったら一番これがちょっと濃厚っていうかミルク感が強い気がします。これラテだから多分コーヒーな感じ、コーヒー系な感じ。白桃の甘さがすごい程よくて、なんかこれも甘すぎないので白桃なので、少しほんのり甘い感じで飲みやすくて、うん、ミルクティーの方がミルクっぽい感じするかなと思ったけど、こっちの方がすごくミルク感がある感じです。美味しい。なんか私初めてかもしれないです。なんかタピオカでラテの味飲むのが初めてかもしれない。うーん、美味しい。こちらは表参道の交差点を渋谷方面にずっと歩いていった右手側ぐらいにあるんですけど、すごく場所も行きやすいし、私もそこら辺はよくいるので、また絶対に行きたいなって思いました。で私タピオカすごく大好きなんですけど、なんかあんまり詳しくって言ったらそんなに詳しくなくて、まだなんか見つけたらちょっと入るみたいな感じなので、ぜひ皆さんのおすすめのタピオカ屋さんとかあったらコメントで教えてください。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。じゃ
チャンネル登録もよろしくお願いします。では、西川みずきでした。はい、ちなみに今日のコーディネートはシェリーモナのパンプスです。でこれはこんな感じで肩に上げても OK だし、こういう感じでオフショルにしても着れます。